日程第7、報告第30号、専決処分の報告について、市営住宅にかかる訴訟の提起を議題といたします。執行部の説明を求めます。長崎都市政治部長。ただいま上呈されました報告第30号専決処分の報告について市営住宅にかかる訴訟の提起につきましてご説明を申し上げます。議案書の22ページをお願いいたします。この報告は地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の議決により専決処分事項の指定を受けております市営住宅にかかる訴訟の提起につきまして平成28年9月7日に専決第17号として専決処分いたしましたことからご報告させていただくものでございます。それでは内容についてご説明を申し上げます。23ページをお願いいたします。市営住宅の家賃を滞納している相手方に対し建物の明け渡しと滞納家賃の支払いを求めるもので明け渡し請求物件訴えの相手方につきましては専決処分書に記載のとおりでございます。訴訟の提起に至った経過でございますが、名義人は家賃の納付が滞り始めたため、臨戸訪問、文書、電話等で督促いたしましたが、いずれも履行されることなく、平成28年3月3日に発信した最終通告文書による呼び出しにも応じませんでした。このままでは相手方の任意による市営住宅の返還手続き、および滞納家賃等、平成28年8月31日時点で192万8350円の支払いが期待できないことから平成28年9月7日付専決第17号として専決処分の上平成28年9月9日に通知法裁判所松阪支部に対し訴えを提起させていただいたものでございます。なお連帯保証人に対しても平成28年3月3日の家賃の納付を求める最終通告書を発信いたしましたが、指定期日までに家賃の納付はなく、分割納付にかかる相談もございませんでした。以上、報告第30号専決処分の報告についての説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、以上で報告を終わります。日程第8、報告第31号専決処分の報告について市営住宅にかかる訴訟の提起を議題といたします。執行部の説明を求めます。以上。長崎都市政治部長。ただいま上呈されました報告第31号専決処分の報告について市営住宅にかかる訴訟の提起につきましてご説明を申し上げます。議案書の24ページをお願いいたします。この報告は地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の議決により専決処分事項の指定を受けております。市営住宅にかかる訴訟の提起につきまして平成28年9月7日に専決第18号として専決処分いたしましたことからご報告させていただくものでございます。それでは内容についてご説明を申し上げます。25ページをお願いいたします。市営住宅の家賃を滞納している相手方に対し、建物の明け渡しと滞納家賃の支払いを求めるもので明け渡し請求物件訴えの相手方につきましては専決処分書に記載のとおりでございます。訴訟の提起に至った経緯でございますが、名義人は家賃の納付が滞り始めたため、臨戸訪問、文書で滞納家賃の支払いについて指導いたしましたが、いずれも履行されることなく、平成28年1月22日に名義人に通告した最終通告文書による呼び出しにも応じませんでした。また、平成27年11月17日に連帯保証人にも最終通告書を郵送いたしましたが、返送され現在も所在が不明となっております。このままでは相手方の任意による市営住宅の
返還手続きおよび滞納家賃等平成28年8月31日時点で348万3200円の支払いが期待できないことから、平成28年9月7日付専決第18号として専決処分の上、名義人および連帯保証人に対し平成28年9月9日に通知法裁判所松阪支部へ訴えを提起させていただいたものでございます。以上、報告第31号専決処分の報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、野呂議員。前回からでもこの滞納者が非常に多いような気持ちがいたしますんですけれども、今回までにおそらくこの滞納される方は高齢者の方がで一人暮らしの方が中心になってくるんじゃないかと思ってはおるんですけども、今までも滞納された方で通知をして、その保証人もの方からも支払われたことはあるんですか、滞納者に対して。今回まで今回は高齢者の方がこの滞納してみるわけですか。どうなの、高齢者がどうかだけだ。どんなわからんけど、長崎都市整備部長。議員すみません、今回先ほどご説明申し上げました案件につきましては、おっしゃられる高齢者という方ではございません。すみません、以上です。野呂議員、ちょっと指名してから。はい、野呂議員。高齢者の方ではないということですんですけども、こういう方何歳ぐらいの方が今回これ滞納してみるんですか、この件について。長崎都市整備部長。議員、申し訳ございません。ちょっと今そのこの対象者の方が何歳かっていうところをちょっと今持っておりませんので、また後からという形でもよろしいでしょうか。以上です。野呂議員。ちょっと外れた質問であったのでちょっと分かりにくいか分かりませんけど、まあ、これについても本当に全体に見て十分対処していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。質疑を終わります。報告を終わります。日程第9報告第32号専決処分の報告について、市営住宅に係る訴訟の提起を議題といたします。執行部の説明を求めます。長崎都市整備部長。ただいま上呈されました報告第32号専決処分の報告について、市営住宅に係る訴訟の提起につきましてご説明を申し上げます。議案書の26ページをお願いいたします。この報告は地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の議決により専決処分事項の指定を受けております。市営住宅に係る訴訟の提起につきまして、平成28年9月7日に専決第19号として専決処分いたしましたことからご報告させていただくものでございます。
それでは内容についてご説明を申し上げます。27ページをお願いいたします。市営住宅の家賃を滞納している相手方に対し、建物の明け渡しと滞納家賃の支払いを求めるもので、明け渡し請求物件訴えの相手方につきましては専決処分書に記載のとおりでございます。訴訟の提起に至った経過でございますが、名義人は家賃の納付が、滞り始めたため、臨行訪問文書で、滞納家賃の支払いについて指導いたしましたが、いずれも履行されることなく、平成28年7月4日に名義人および連帯保証人に通知した最終通告文書による呼び出しにも応じませんでした。このままでは相手方の任意による市営住宅の返還手続きおよび滞納家賃等平成28年8月31日時点で210万5600円の支払いが期待できないことから、平成28年9月7日付専決第19号として専決処分の上、名義人および連帯保証人に対し平成28年9月9日に通知法裁判所松阪支部へ訴えを提起させていただいたものでございます。以上、報告第32号専決処分の報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、以上で報告を終わります。日程第10報告第33号専決処分の報告について市営住宅に係る訴訟の提起を議題といたします。執行部の説明を求めます。長崎都市整備部長。ただいま上呈されました報告第33号専決処分の報告について市営住宅に係る訴訟の提起につきましてご説明を申し上げます。議案書の28ページをお願いいたします。この報告は地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の議決により専決処分事項の指定を受けております。市営住宅に係る訴訟の提起につきまして平成28年9月7日に専決第20号として専決処分いたしましたことからご報告させていただくものでございます。それでは内容についてご説明を申し上げます。29ページをお願いいたします。市営住宅の家賃を滞納している相手方に対し、建物の明け渡しと滞納家賃の支払いを求めるもので、明け渡し請求物件訴えの相手方につきましては専決処分書に記載のとおりでございます。訴訟の提起に至った経過でございますが、市営住宅の契約名義人の子である相手方は、名義人の死亡後、名義変更の手続きを行わないまま、市営住宅に住み続け、家賃の納付が滞り始めたため、臨戸訪問文書で滞納家賃の支払いについて指導いたしましたが、いずれも履行されることなく、平成27年9月25日に通知した最終通告文書による呼び出しにも応じませんでした。このままでは相手方の任意による市営住宅の返還手続きおよび滞納家賃等平成28年8月31日時点で161万4900円の支払いが期待できないことから、平成28年9月7日付専決第20号として専決処分の上、相手方に対し平成28年9月9日通知法裁判所松阪支部へ訴えを提起させていただいたものでございます。なお、連帯保証人につきましては最高裁判所の判例によりますと、名義人の死亡によって市営住宅の使用許可が失効し、賃貸借契約が消滅すると解釈し、これに付随する保証契約も消滅すると考えられること、また現在の滞納家賃がすべて名義人の死亡後に発生していることから、連帯保証人に対する滞納家賃および明け渡し遅延損害金の請求につきましては、今回訴訟の対象とはいたしておりません。以上、報告第33号専決処分の報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑ありませんか。はい、
以上で報告を終わります。日程第11、報告第34号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解を議題といたします。執行部の説明を求めます。東教育長。ただいま上呈されました報告第34号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解につきましてご説明を申し上げます。議案書の30ページをお願いいたします。この報告は地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の議決により専決処分事項の指定を受けております損害賠償の額の決定及び和解につきまして平成28年9月12日に専決第21号として先決処分いたしましたことからご報告させていただくものでございます。それでは内容につきましてご説明を申し上げます。31ページをお願いいたします。損害賠償の額の決定及び和解の内容は中学校のクラブ活動中に起きました物損事故にかかるものでございます。損害賠償の額は18万1440円で損害賠償の相手方及び和解の概要につきましては議案書に記載のとおりでございます。事故の状況でございますが平成28年8月18日午前11時ごろ松阪市立亀田中学校グラウンドにて野球部員が部活動中にグラウンドの北側から校舎のある南側方向に向けてバッティング練習をしていたところ打ったファールボールが東側であるレフト側方向に飛び高さ約10メートルの防球ネットを越えて臨地に止めてあった普通自動車に当たりルーフ部分を傷つけたものでございます。過失割合は当方が10割で平成28年9月14日に示談が成立しております。今回当事者の方に損害を与えてしまったことに対して深くお詫びを申し上げる次第でございます。クラブ活動中の安全確保につきましては未然に事故を妨げるよう防げるように再発防止に努めてまいりますので何卒ご理解のほどお願い申し上げます。以上専決処分の報告とさせていただきます。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、以上で報告を終わります。日程第12、発議第9号、市議会議員の派遣についてを議題といたします。職員より朗読いたします。発議第9号、市議会議員の派遣について、地方自治法第100条第13項および松阪市議会会議規則第88条の規定により次のとおり議員を派遣するものとする。平成28年10月20日提出、松阪市議会議長西村智氏。以下内容の朗読は省略させていただきます。以上。本議案につきましては、地方自治法第100条第13項および松阪市議会会議規則第88条の規定により、広報校長委員会を平成28年12月21日から22日の2日間お手元に配布いたしました内容通り派遣しようとするものであります。本件に対しまして質疑意見はありませんか。はい、これにて質疑意見を終わります。討論はありませんか。はい、これにて討論を終わります。これより採決を行います。発議第9号、市議会議員の派遣については、原案通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございます。挙手全員であります。よって発議第9号、市議会議員の派遣については原案通り可決されました。日程第13、常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。各常任委員長から、常任委員長からお手元に配布いたしましたとおり、委員会の調査事件について委員会条例第43条の規定により閉会中の継続調査について申し出があります。お諮りをいたします。本申し出のとおり閉会中の継続調査にすることについて承認することにご異議ございませんか。
はい、ご異議なしと認めます。よって各常任委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査にすることは承認されました。日程第14、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてお議題といたします。議会運営委員長からお手元に配布いたしましたとおり議会運営委員会の調査事件について委員会条例第43条の規定により閉会中の継続調査について申し出があります。お諮りをいたします。本申し出のとおり閉会中の継続調査にすることについて承認することにご異議ございませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって議会運営委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査にすることは承認をされました。日程追加分においてお諮りをいたします。発議第15、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める意見書について発議第11号、教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める意見書について発議第12号、子どもの貧困対策の推進と就学支援に関わる制度の拡充を求める意見書について発議第13号、防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書について以上発議4件を日程に追加し議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって発議第10号から発議第13号までの発議4件を日程に追加し議題とすることに決しました。発議第15、義務教育費日程追加、発議第15、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める意見書についてお議題といたします。職員より朗読いたします。発議第15、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める意見書について義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める意見書を次のとおり提出する。平成28年10月20日提出、松阪市議会議員、大平勇、今井和久、深田龍、坂口秀夫、中村よし子、山本よしひろ、山本隆、長作邦夫、中島清春。義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める意見書。義務教育費国庫負担制度は義務教育の根幹である無償性、教育の機会均等、教育水準の維持向上を保障するため国が必要な財源を保障するとの趣旨で確立された制度である。1985年以降国と地方の役割分担、財政状況等を踏まえて義務教育費国庫負担金の一般財源化が推し進められ、2004年までに、教材費や旅費などが一般財源化された。公立小中学校等の教職員給与費については教職員の確保と適正配置のため国庫による負担がなされてきたが、2006年から国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられた。そのような中、義務教育に関わる公的支出に各自治体間での差異が生じている。例えば1985年に一般財源化された教材費のうち図書費については学校図書館図書標準が国によって定められているが、三重県においては実際にその標準を満たしている公立小中学校は小学校で 46.9%、 中学校で 27.6% にとどまっている。松阪市においては小学校で 44.4%、 中学校では 33.3% にとどまり、松阪市内の公立小中学校もその標準を満たしているとは言いづらい状況である。2020年度からの導入が検討されているデジタル教科書については検討会議の中間まとめにおいて可能な限り無償で児童生徒に給与されることが望ましいとしながらも無償措置の対象とすることは直ちには困難であることが示されており、導入にあたっては教材費内の形で保護者の一部負担となる可能性も考えられるとしている。松阪市内の3中学校ではすでに iPad を活用した学習を行っているが、すべての小中学校でデジタル教科書が導入された後も児童生徒が保護者の負担なく学習が進められるようにすることが求められる。ナショナルミニマムとしての義務教育に対して必要な財源を安定的に担保することは社会の基盤づくりにとって極めて重要である。よって国においては未来を担う子どもたちの豊かな学びがその時々の地方財政状況に影響されることのないよう義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する平成28年10月20日、三重県松阪市議会議長、西村智氏、以上。提案理由の説明を求めます。以上、15番、大平勇議員。ただいま上呈されました発議第15、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる事実を求める意見書につきまして、発議者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。本会議は先ほど、請願第1号が全会一致で採択されましたことを受けまして、議会運営委員会の委員全員が発議者となって提案をいたしておるものでございます。内容につきましては、採択されました請願の趣旨を生かしたものでございます。よろしくご審議いただきまして、ご決定の上、関係方面に意見書を提出していただきますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。以上です。これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております発議第10号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって発議第10号は委員会付託を省略することに決しました。これより討論採決を行います。討論はありませんか。これにて討論終わります。これより採決を行います。発議第10号、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める意見書については、原案通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございます。挙手全員であります。よって発議第10号、義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める意見書については、原案通り可決されました。日程追加、発議第11号、教職員定数改善計画の策定実施と、教育予算拡充を求める意見書についてを議題といたします。職員より朗読いたします。発議第11号、教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める意見書について、教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める意見書を次のとおり提出する、平成28年10月20日提出、松阪市議会議員、大平勇、今井和久、深田龍、坂口秀夫、中村よし子、山本義弘、山本隆、長崎邦夫、中島清春、教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める意見書、2011年4月の義務標準法改正により、小学校1年生の35人以下学級が実現し、2012年には法改正による引き下げではないものの、小学校2年生への実質的な拡大が実現した。三重県では現在、小学校 1、2年生の30人学級、中学校1年生の35人学級が実施されているが、その他の学年については、義務標準法に従って40人学級が基本となっている。経済協力開発機構加盟国と比較すると、日本の1クラスあたりの児童生徒数は、小学校27人、中学校33人と、平均を大きく上回っている。教員が教科指導、生徒指導、部活動指導等を一体的に行う日本型学校教育は、国際的にも高く評価されている一方で、複雑化、多様化する課題が教員に集中している。松阪市においてもフィリピンをはじめ、外国にルーツを持つ子どもたちへの日本語指導や、障害のある子どもたちに対する支援など、個々の子どもたちに合わせた対応が求められている。教職員の加配定数は、その時の財政状況に強く左右される。教育の諸課題に対応し、子どもたち一人一人に向き合うためには、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善によって安定的な基礎定数を確保することが必要である。2012年における日本の教育機関に対する公財政支出は対 GDP 比 3.7% で、OECD 加盟国平均に及ばない。よって国においては教育予算を拡充し、教職員配置の拡充を含めた教育条件の整備を進めていくことが、山積する教育課題の解決を図り、子どもたち一人一人を大切にし、子どもたちの豊かな学びを保障することにつながることから、教職員定数改善計画の策定実施と教育予算の拡充を強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する平成28年10月20日、三重県松阪市議会議長、西村智氏、以上。
提案理由の説明を求めます。15番大平勇議員、はい、ただいま上程されました発議第11号、教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める意見書について発議者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。本発議は先ほど請願第2号が全会一致で採択されましたことを受けまして議会運営委員会の委員全員が発議者となって提案をいたすものでございます。内容につきましては採択されました請願の指標を生かしたものでございます。よろしくご審議をいただきましてご決定の上関係方面への意見書を提出していただきますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。以上です。これより質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第11号は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって発議第11号は委員会付託を省略することに決しました。これより討論採決を行います。討論はありませんか。これにて討論終わります。これより採決を行います。発議第11号教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める意見書については原案通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございます。挙手全員であります。よって発議第11号教職員定数改善計画の策定実施と教育予算拡充を求める意見書については原案通り可決されました。日程追加発議第12号子どもの貧困対策の推進と就学支援に関わる制度の拡充を求める意見書についてを議題といたします。職員より朗読いたします。発議第12号子どもの貧困対策の推進と就学支援に関わる制度の拡充を求める意見書について子どもの貧困対策の推進と就学支援に関わる制度の拡充を求める意見書を次のとおり提出する。平成28年10月20日提出松阪市議会議員大平勇、今井和久、深田龍、坂口秀夫、中村よし子、山本義弘、山本隆、長崎邦夫、中島清春、子どもの貧困対策の推進と就学支援に関わる制度の拡充を求める意見書。近年の厳しい経済雇用情勢は子どもたちの暮らしや学びに大きな影響を与えている。2012年における日本のすべての教育支出に占める私費負担の割合は 29.9% で OECD 平均の 16.5% を大きく上回っている。全国で 16.3%、 6人に1人の子どもが貧困状態にあり、三重県においても 8.6 人に1人の子どもが就学援助を受けている。厳しい状況に置かれた子どもたちに寄り添う教育や一人一人の人権学習権を保障する支援策が喫緊の課題となっている。このような中、子どもの貧困対策の推進に関する法律が2014年1月に施行され、8月には子どもの貧困対策に対する対抗が、子どもの貧困対策に関する対抗が閣議決定された。今後、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の配置拡充等、国による支援策が必要である。高等学校段階においては、入学料、教材費、部活動のための経費等の保護者負担は重く、学びたくても学べないという状況は依然大きな課題となっている。2014年度から高等学校等就学支援金制度が導入され、三重県内では授業料以外の教育費を助成するために一時金を支給する高校生等奨学給付金制度が導入されているが、就業年限を超えて在籍する生徒には適用されないと課題がある。高等教育段階における対応型奨学金については、卒業後にその返還が大きな負担となっており、給付型奨学金の創設が強く望まれている。また高等学校等就学支援金制度の充実、奨学金制度の改善などより一層の支援策が必要であり、家庭での経済格差を教育の格差につなげないよう制度施策の充実が求められている。よって国においてはすべての子どもたちの学ぶ機会を保障するため、子どもの貧困対策の充実と就学保障制度の
拡充を強く要望する、以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する、平成28年10月20日、三重県松賀市議会議長、西村智氏、以上。提案理由の説明を求めます。15番、大平勇議員。はい、ただいま上程されました発議第12号、子どもの貧困対策の推進と就学支援に、関わる制度の拡充を求める意見書について、発議者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。本発議は先ほど、請願第3号が全会一致で採択されましたことを受けまして、議会運営委員会の委員全員が発議者となって提案をいたすものでございます。内容につきましては、採択されました請願の趣旨を生かしたものでございます。よろしくご審議いただきまして、ご決定の上、関係方面へ意見書を提出いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。以上です。これより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております。発議第12号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって発議第12号は、委員会付託を省略することに決しました。これより討論採決を行います。討論はありませんか。これにて討論終わります。これより採決を行います。発議第12号、子どもの貧困対策の推進と就学支援に関わる制度の拡充を求める意見書については、原案通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございます。挙手全員であります。よって発議第12号、子どもの貧困対策の推進と就学支援に関わる制度の拡充を求める意見書については、原案通り可決されました。日程追加、発議第13号、防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書についてを議題といたします。職員より朗読いたします。発議第13号、防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書について、防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書を次のとおり提出する、平成28年10月20日提出、松阪市議会議員、大平勇、今井和久、片龍、坂口秀夫、中村よし子、山本義弘、山本隆、長崎邦夫、中島清春、防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書、南海トラフ巨大地震の被害想定では、東海地方が大きく被災した場合、三重県内の避難者数は地震発生翌日で約35万人から約56万人に上り、1ヶ月後においても約10万人から約20万人が避難所生活を続けることになると推計されている。東日本大震災、熊本地震では多くの学校が避難所となった、地域の避難所として、耐震、耐火性などの安全対策、避難者の生活を支えるトイレや発電設備、飲料水の確保等が求められている中で、体育館の照明や内壁の落下等により、避難所として使用するには危険、トイレまでの動線に段差や階段があり、車椅子使用者等への対応が困難であったなどの課題が報告されている。三重県では学校構造部材の耐震化が着実に進められ、小学校、中学校の一部を残すのみとなった。一方、非構造部材の耐震化について、文部科学省は、国公立学校施設の屋内運動場等の天井等の落下防止対策については、2015年度までの速やかな完了を目指して取り組むよう、各教育委員会等に要請した。その結果、松阪市内の小中学校においては、すべての屋内運動場等の天井等の落下防止対策がなされた。しかし、三重県教育委員会の調査では、公立小中学校と県立学校のうち、書家、備品等で転倒落下防止対策がすべてできているのは 42.5% など、少しずつ対策が進んでいるものの、子どもたちの安全、安心の確保を迅速に進めるために、国としての財政措置が求められる。また、松阪市内の公立学校47校が避難所指定を受け、被災時、大勢の避難者が学校に避難してくることが想定される。一定期間生活することとなる学校において、健康に留意した生活を送るためにも、空調設備は現代の生活に欠かせないものであるが、
現在、益城市内で普通教室に空調設備のある学校は 2.1%、体育館に空調設備のある学校はない、避難所としての学校の施設、設備の充実が求められるとともに、どのような初期対応が必要か、教職員が避難所運営にどう関わるか等の議論も必要である。学校、家庭、地域が連携した巨大地震等の災害を想定した防災対策の見直しや充実が急務である。よって、国においては、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実を進めることを強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。平成28年10月20日、三重県松阪市議会議長、西村智氏、以上。提案理由の説明を求めます。15番、大平勇議員。ただいま上程されました発議第13号防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書について発議者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。本発議は先ほど請願第4号が全会一致で採択されましたことを受けまして議会運営委員会の委員全員が発議者となって提案をいたすものであります。内容につきましては採択されました請願の趣旨を生かしたものでございます。よろしくご審議いただきましてご決定の上関係方面へ意見書を提出していただきますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。以上です。でこれより質疑を行います。質疑はありませんか。これにて質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第13号は会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって発議第13号は委員会付託を省略することに決しました。これより討論採決を行います。討論はありませんか。これにて討論終わります。これより採決を行います。発議第13号防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書については原案通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございます。挙手全員であります。よって発議第13号防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実を求める意見書については原案通り可決されました。お諮りいたします。ただいま可決されました発議第10号から発議第13号までの発議4件の取り扱いを議長に一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように取り扱いをいたします。以上をもちまして今期定例会の案件は全部議了いたしました。今期定例会はこれにて閉会をいたします。長期間にわたり大変お疲れ様でございました。